それでは、第2部の方ですね、始めさせていただきます。改めまして、斉藤製菓店の、斉藤青木と申しますので、ね、私屋の、お花を送っていただいて、こっちの方がいいですもんね、送るんだからね、なんかね、なんか葉っぱだけのやつを送られる、なんかこう、かわいいのをやってるかなと思いますので、最初はちょっと難しいかなと思うかもしれないですけど、慣れてくると、スイ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 と、ね、できちゃうようになるかなと思いますので、まあ、本当に楽しくですね、ミモザと、ミモザと戯れながらですね、作っていただければと思います。終了しました。まあ、ミモザのリースでね、結構サクサクできちゃうかなと思ったんですけど、まあ、できちゃう人もいればちょっと苦戦する、ね、方もいらっしゃったんですけど、まあ、最終的に皆さんなんか楽しんで作っていただけたようなので、すごい良かったかなと思います。今後もですね、リアルも、オンラインのワークショップもですね、いろいろやっていこうかなと思いますので、その時はぜひ、よろしくお願いしますよ、ということで、このチャンネルではですね、まあ、こういうワークショップのこととか、まあ、お花に関することをですね、いろいろ発信しておりますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。では今日もご視聴ありがとうございました。